どうも肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編です。それでは開封編スタート。まずはじめにキーライムパイ、お値段が1898円でした。賞味期限は買った日から3日間ありました。キーライムパイ人気商品なのかなかなか買えなかったんですが、今週無事に購入できました。買われてる方も多かったです。店頭にはこんな感じで書かれてました。キーライム 100% 果汁を使用することにこだわりました。香りが高く苦味が少ないのが特徴です。ザクザク食感のクランブルとクリーミーなムースのコンビネーションをお楽しみくださいと書かれてます。キーライムというのはライムの種類なんですかね。ライムというだけであっさりとした味で食べられそうです。では開けていきましょう。オープン。重さは容器込みで 1836g 入ってました。 100g あたり 329kcal なので全体で 6020kcal ぐらいあります。見た目はそんなにカロリーなさそうなんですが結構高カロリー。大きさは直径約 30cm ぐらい、高さはクリームまで 5.5 cm ぐらいありました。ちょっと今回クリームが多めなので切り分けにくそう。切り分けてみました。思ったより切り分けやすかったです。下のところ見ると結構ザクザクしてそう。いただきます。うん、これ美味しい。ムースだけ食べるとキーライムの柑橘の風味と酸味とほのかな苦味を感じます。結構酸味は強めなんですけど、私は酸味が好きなのでこのままでも十分美味しいです。ただ酸味が苦手な方や酸味を強く感じる方は端の生クリームでバランスを取るといいかなと思いました。生クリーム自体は甘さが控えめでムースの酸味を消してくれる反面、ライムの風味が全体的に消えてしまいます。なので好みで生クリームでバランスを調整するといいかなと思いました。今回は生地が初めてビスケットだったんですが手作り感がすごくあって良かったです。ただポップにあったザクザクよりもしっとり生地寄りに感じました。食べてみてどんな味と言われると答えづらいんですが、ホワイトチーズケーキのようなふわっと食感、味にライムを加えたような味ですっきりとした味わいでとっても美味しかったです。夏にぴったりなケーキだなぁと思ったんですが、ただ好き嫌いは分かれそうに感じます。お値段1898円、8カットにすると1カットあたり237円と考えるとすごくお安く感じます。キーライムパイと調べるとアメリカのデザートみたいなんですが、アメリカのデザートが手軽に日本で楽しめるのはすごくいいなと思いました。私は美味しかったのでリピートあり。続いてミートラバーピザ、お値段が2150円でした。賞味期限は加工日含めて4日間ありました。ミートラバーピザ聞いたことある名前だなと思い調べてみたら4年前にも販売してた商品です。ただ4年前に買った時はお値段1498円で購入できてたのでだいぶお値段上がってます。ピザシリーズの中で前回販売されたマルゲリータピザが1980円でちょっとお高めだなと思ってたんですが、それ以上の価格で今回のピザはさらにお高く、ちょっとだけ割高感があります。ただ新商品と書かれてただけあって原材料ちょっと変わってます。以前食べた時肉肉しくて美味しかった気がします。では開けていきましょう。オープン。
今回入ってる具材はイタリアンソーセージ、ベーコン、ペパロニソーセージが入ってます。前回のはそれに加えてコンビーフが入ってました。そしてベーコンも角切りタイプのものだったんですが、今回はスライスタイプです。切り分けられたのでエアフライヤーで焼いてきます。こんな感じで焼いてきました。肉づくしでカリッとしてて美味しそう。いただきます。うん、パンチがあってジャンキーなんですけど美味しい。イタリアンソーセージはちょっと癖のあるような味、ハーブが入ってるので好き嫌いあるかもしれないんですが、お肉感もしっかりあり私は好きです。ペパロニソーセージは薄くお肉感が弱く主張はそこまでないんですけど、あるだけでワンポイントになってます。そしてベーコンなんですが、ベーコンはカリカリベーコンのように仕上がってて、カリカリザクザクといった食感が味わえます。全体的に塩気も強くジャンキーな味なんですけど、がっつり食べたいという時にはすごくぴったりな味かなと思いました。食べてみて全体的に美味しかったですが、味が濃いめでパンチはあるので好き嫌いは分かれそうです。お値段は2150円、8カットでいつも食べてるので1カットあたり269円、十分お安いんですが、コストコのピザシリーズではお高く、そして前回の1498円から比べてしまうとだいぶお高く感じてしまいました。フードコートで販売されているコンボに入ってるお肉が食べられるっていう点はすごくいいんですが、コンボよりもジャンキーなのでさらにジャンキーなものを食べたい方にはおすすめです。ただ私は前回のマルゲリータの方が好きかも。美味しかったんですがお値段が気がかり、一回買えばいいかな。続いて RB フーズグリーンスムージー1リットル2本入り、お値段が1398円でした。1本あたり699円です。賞味期限は買った日から1ヶ月半ぐらいありました。パックに入ったスムージーが新商品で販売されてました。日本の会社さんですかね。この商品調べてみると8月11日からコストコで取り扱いされてるみたいです。一部販売がない店舗さんもある可能性があるみたいです。こちらの商品調べてみると8種の野菜と7種の果物を使用、またゼロアレル乳酸菌が1本 1000ml あたりに100億個含まれてるみたいです。ゼロアレル乳酸菌 KT11 は近年発見された希少な菌種で、人々の健康維持に有効な善玉菌となっているそうです。日々頑張る体に思いやりをコンセプトに、余計な原料を使用しないこだわりのグリーンスムージーですと書かれてました。ナチュラルなグリーンスムージーが楽しめるみたいです。ちなみに8種の野菜と7種の果物はこんな感じです。ケールだったり大麦若葉、果物もいっぱい入ってますね。どの味が主張してくるのか楽しみです。どれも体に良さそう。色合いはすごく飲みにくそう。青汁みたい。いただきます。あ、意外に飲みやすい。味はケールだったり大麦若葉の青臭さがあるんですが、それ以上にフルーツの甘さだったり味がしっかり味わえるので、
意外とすっきりしてて飲みやすいです。グリーンスムージーというとコンビニのたまに飲むんですが、ちょっとねっとりとした舌触りが苦手なんですが、これはねっとりさがなくさらっと飲めて私好みです。特別何っていう味はないんですけど、フルーツの甘さが強めて飲みやすくて良かったです。今まで飲んだことのあるグリーンスムージーの中でもすごく本格的に感じます。飲んでみて一瞬癖はあるものの、全体的にはすごく飲みやすく毎日でも飲める美味しさでした。体にいいみたいなので毎日コップ1杯ずつ飲んでいきたいなと思ってます。1本あたり699円とちょっとお高めではあるんですが、希少な乳酸菌が入ってると思えばお安いのかなと思います。すっきり飲めて美味しかったのでリピートあり。こんな感じ、今回コストコ購入品紹介開封編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中で外れ商品はなかったです。どれも美味しくいただけました。特にキーライムパイ、私は結構気に入ったケーキでした。酸味が強く一切れペロッと食べられちゃいます。酸味が好きな方はぜひチェックしてみてください。グリーンスムージーもすっきりとした味わいで良かったです。内容量考えればお値段お安いと思うんですが、ちょっとお高めなので割引を狙いたいと思います。ぜひ気になるものあったら挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。Fighting up.